パルミラの神々。左から、月の神アグリボル、最高神、バールシャミン太陽神マラクベル。一世紀頃の浮き彫り、シリアのビアウェレブ、ワジミエ付近で発見、ルーブル美術館所蔵。パルミラは、シリア中央部のホムス県タドモルにある、ローマ帝国支配時の都市遺跡。シリアを代表する遺跡の一つである。1980年。 ユネスコの世界遺産に登録された。21世紀初頭まで、ローマ様式の建造物が多数残っており、ローマ式の円形劇場や浴場、四面門が代表的であったが、シリア内戦で破壊を受けた。ラテン語読みによるパルミュラとも呼ばれる。パルミラの遺跡は、シリアの首都ダマスカスの北東、約215キロメートルのシリア砂漠の中にある。 ユーフラテス川流域からは南西へ約 120km。海抜は 400m で、シリア中央部を北東方向へ伸びる山脈の南陸に位置する。北から流れるワジアブオベイド川と西から流れるワジアイド川が形成した、戦場地にあるオアシスに建設されていた。パルミラのある東西方向の谷間は、地中海沿岸のシリアやフェニキアと、 東のメソポタミアやペルシアを結ぶ交易路となっており、パルミラはシリア砂漠を横断するキャラバンにとって非常に重要な中継点であった。紀元前3世紀頃から多数の地下墓地が建設され、当時からアラム語で現在のアラビア語名へと同じくタドモルと呼ばれていた。夏目屋市の産地として知られたオアシス都市であり、アラム語やヘブライ語などを北西。 セム語では、ナツメヤシの実のことを、と言い,い、都市名は、ナツメヤシと関係があるともされる。ギリシア語で、ナツメヤシのことを、パルマということから、ギリシア人やローマ人から、パルミラと呼ばれたようである。しかし、これとは別に、タドモルの語源は、ダマールやタトモルに関連するとも言われ、また、古代西セム語の語根である、ダムルから、守備隊駐屯地によるとも言われる。 紀元前1世紀から3世紀まではシルクロードの中継都市として発展。公易の関税により都市国家として繁栄。ローマの属州となったこともある。2世紀にペトラがローマに吸収されると通商圏を引き継ぎ絶頂期に至った。この時期、パルミラにはローマ建築が立ち並び、アラブ人の市民は東のペルシャ式と西のギリシャローマ式の習慣や、 服装を同時に受容していた。軍人皇帝時代にパルミラ帝国が成立し、270年頃に君臨したゼノビアの時代にはエジプトの一部の支配下に置いていた。しかし、ローマ皇帝、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、当時分裂状態にあった帝国の再統一を目指してパルミラ攻撃を開始。273年にパルミラは陥落し、 廃墟と化した。この後パルミラは衰え、東ローマ帝国やイスラム帝国の支配下にあった時代は町の大半が廃墟のままであった。中世には完全に放棄されたが、現在では遺跡と同じ名のたどもるという新しい町がすぐ横に建設されている。パルミラの近くからは約7万5 0 0 0年前の旧石器時代の石器が発見されている。 ユーフラテスカ藩のマリー遺跡で発掘された、紀元前2000年代頃の年度版からも、この都市の名前と思われる記述が見つかっている。旧約聖書の歴代史第28章4節では、古代イスラエルの国王ソロモンがあれのに、たどモるの街を築いたと記されている。列王記第1の9章18節でも、ソロモンが築いた街や、基地の中に、の名が見られるが、 伝統的にこの部分は、タドモルと読むことになっており、タルムードやミドラー種の冊子にある、注釈のいくつかでは、この町を、シリア砂漠にあると記している。フラウィウス・ヨセフスの、ユダヤ古代史、第8巻においても、タドモルは、ソロモンが創建したと書かれ、ギリシア語のパルミラの名も併記されている。現代ヘブライ語においてもパルミラは、タドモルと呼ばれる。 タドモルの人々はアラブ人であったがアラム語の方言を話しアラム文字を手直しした独自の文字を用いていたパルミラ文字は今も遺跡の各所に残るアケメネス朝ペルシャから覇権を奪い取ったマケドニア王国のアレクサンドロス大王が紀元前323年に没するとディアドコイ戦争と呼ばれる後継者争いが勃発した セレウコス朝がシリアを奪った際、パルミラの町は自治に委ねられ、後には独立した。紀元前1世紀には、パルティアと共和制ローマの間の干渉国として独立を維持し、キャラバンの中継地として繁栄を謳歌した。紀元前41年に、ローマの将軍マルクス・アントニウスがパルミラを征服しようとしたが、パルミラ人は、 ローマ軍接近の情報を得てユーフラテス側の対岸方面に逃げたため失敗した。これは当時、まだパルミラが貴重品をすぐに持って逃げられるような遊牧民の宿営ほどの規模であったことを示す。一方、当時のパルミラ商人はイタリア海域に船を所有し、インド産の絹の貿易を支配していたとされる。皇帝、ディベリウスの時代、パルミラは ローマ帝国のシリア属州の一部となった。106年に南にあるペトラを都とするナバテア王国がローマに征服されると、その通商圏はパルミラに移り、ローマ帝国と東方のペルシア、インド、中国とを結ぶ重要性はこの時期増していった。129年、ローマの拡大路線を転換した皇帝ハドリアヌスは、視察巡行の途中にパルミラを訪れた。 その魅力に虜にされたハドリアヌスは、パルミラに自由都市の資格を与え、パルミラ・ハドリアナと改名した。212年、サーサー・アン・アサが衰退するパルティアを圧迫し、チグリス川及びユーフラテス川の河口を占領すると、パルミラ経由の通称は途絶えがちになった。パルミラの長官、セプティミウス・ヘロドの息子、セプティミウス・オダナトゥスは、皇帝、ウアレリアヌスから、 シリア属州総督に任命された。二百六十年にワレイアヌスミカドがサンサーンアサとの戦いで捕らえられ、旅衆となったままビシャプールで死ぬと、オダエナトゥスは復讐としてペルシア領内に遠征し、クテシフォンにも二度侵攻した。オダエナトゥスは内遊外観に悩まされる、ローマの東の守りを任され、その本拠パルミラは、ローマから反独立状態にあったが、 267年に、オダエナトゥスが追いに殺されると、妻ゼノビアが息子、ウアバラトゥスを擁立して、パルミラの実権を握った。ゼノビアは、哲学者、カッシウスロンギヌスを顧問に迎え、アラビアペトラヤの州と、ボスラを征服し、さらにはアエギュプトゥスへも遠征して、領土を拡大した。北にある、大都市アンティオキアも奪おうとしていたゼノビアは、七十三年に、 皇帝、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスの申請を受けて敗北し、捕らえられ、ローマに送られた。旅修となったゼノビアは、ローマ近郊のティボリに邸宅を持つことを許されて、華やかな余生を送ったが、パルミラの町は破壊され、ロンギヌスラ・パルミラ政府の高官は殺された。ローマ帝国は以後、パルミラを、ローマ軍団の基地に変えてしまった。ディオクレティアヌス帝の時代には、 ペルシアの侵攻に備えてさらに多くの部隊が駐留できるよう規模が拡大され、城壁で囲まれた。アラブトリデから見下ろしたパルミラ遺跡。列中道路の先、オアシスの手前に大きなベル神殿がある。パルミラ遺跡の隣にある現代のタドモルの町東ローマ帝国の時代、パルミラに新たに建設されたのは、いくらかのキリスト教会のみで、市街の大半は、 廃墟のまま放置されていた。6世紀遺跡とオアシスを見下ろす丘の上に、砦が建設されている。634年、最初のムスリムがパルミラにたどり着き、ついで636年に、ハーリドイブンアル・ワリード率いるイスラム帝国の正統カリフ軍がパルミラを占領し、アラブ人にイスラム教徒が支配する町となった。800年頃から数少ない住民も、 パルミラを去り始め、1089年の大地震で被害を受けた後は完全に放棄された。カトリック教会は現在もパルミラに名義司教を残している。シリア砂漠を抑えるための拠点となるオアシスの重要性は以後の時代も変わらず、パルミラ遺跡の周辺の山の上には13世紀にマムルーク朝が大きな砦を建てた。遺跡の跡地には 人が住みつき始め、集落ができるようになった。1751年、ロバート・ウッドとジェームズ・ドーキンスの指揮するイギリスの探検隊がパルミライ跡を訪れ、1753年にはその報告書を出版した。これはローマ建築の研究及びその後のヨーロッパの古典主義建築の発展に大きな影響を与えた。1929年、 フランス委任統地当局がパルミラ遺跡の発掘を開始し、廃墟に寄り添うように立っていた集落の人々に大体地を提供して移住するように命令した。この大体地が遺跡の隣にあるタドモルの町の始まりである。タドモルはシリア共和国の独立後はホムス県に属し、遺跡を見に来る観光客のためのホテルや博物館を要する観光の町として、 またン産塩や天然ガスを産出する工業の町として重要となっている。シリア内戦下の2015年5月21日、カリフ製によるイスラム過激派組織アイソルがシリア軍を撃破して市街地を制圧、遺跡も同組織の支配下に置かれた。その際、遺跡の保護に携わっていた専門家ハレド・アサドを斬首し、8月にはバール社民、 ベルリョ神殿を相次いで破壊した。ハレド・アサドは遺跡に眠ると噂されていた近海捜索への協力を拒否したため殺害された。2015年10月4日にはシリアの文化財保護当局が地元の目撃者らの話として外線門が爆破されたことを伝えた。ロシア空軍による航空支援を得て シリア軍が抗戦していたが、2016年3月27日、シリア国営テレビは、アイソルから、パルミラ全域を奪還したと報じた。シリア側は、5年以内の修復が可能との見解を、示したが、ユネスコ側は、虚偽の報道で修復は、不可能と反論し、修復支援を全面拒否する意向を示した。2016年12月11日、パルミラは、 アイソルに、再び制圧された。2017年3月2日、シリア国営テレビは、シリア軍がアイソルから再び、パルミラ全域を奪還したと発表した。その後、ハレド・アサドの災難やシリア政府の文化財、博物館局が、日本人考古学者などの協力を得ながら、遺跡修復を図っている。ベル神殿、ベルガミを祀っていた。 パルミラで最も目を引く建築物は中東において紀元前1世紀の最も重要な宗教的建造物とされるバールの大神殿である。石材の断片だけが残存する神殿はヘレニズムの神殿として始まる。中央の聖堂はコリント様式の巨大な二重列中老に続き紀元1世紀初頭に追加された。 日のポルチコとその入り口は2世紀からである。神殿は205-210メートルに及ぶ。パルミラの列中道路。ローマの植民都市や軍営の都市計画で東西に貫く通りはデクマヌスと呼ばれたが、中でも最も主となる大通りはデクマヌス・マクシムスと呼ばれた。ディオクレティアヌス城塞。奥の山の上にあるのはマムルーク町が13世紀に建て、 17世紀に、ドルーズ派のマーアン家の領主、ファフルア、イコールディーン2世が拡充した、ファフルディーン上神殿から始まるパルミラの、列中道路は、古代都市の残る部分に通ずる古代のデクマヌスに、相当する。列中道路には、華麗な装飾が施された、記念門がある。遺跡の第一区域の端には、大部分が復元された四頭門建築である四面門があり、 4つの基段に各4組の柱を備える。記念門から少し離れて、ディオクレティアムスの浴場と言われる浴場とナブー神殿が現在に残る。現在のパルミラに残るローマ劇場は9列の座席を持つ。元来は木造の建築物が付け足されて、おそらく12列まであった。劇場は、紀元1世紀初頭の時代のものとされている。 ローマ劇場の後方には、地元貴族が法を議論し、政治的決定を行った、小さな元老院の建物、また、キャラバンが支払いをする場所であったことを示唆する碑文がある、いわゆる、関税書が一致する。すぐ近くには、大きなアゴラが、宴会場の遺構と共にある。アゴラの入り口は、セプティミウス・セウェルスと彼の家族の像が飾られていた。横軸となる通りは、 シリアの統治者、ソシアヌス・ヒエロクレスによって築かれた、ディオクレティアヌス城塞へと、つながり、中央に、大きなプリンキピアの遺構がある。近くには、シリアの女神アラートの神殿がある。ディオクレティアヌス城塞のそばのダマスカスモント、バールイコール社民神殿は、西暦17年に建立され、後にオダエナトゥスの統治下で拡大した。 以降には内人へと通じる注目すべきポルチコがある。ロシアの首都であったサンクトペテルブルクは18世紀半ば頃より、私的な別称として、北のパルミラと呼ばれていて、現在でも、サンクトペテルブルクからモスクワを経て、ロシア南部のソチへ2400キロを39時間かけて、行く大長距離列車、北のパルミラ号がある。パルミラ遺跡を調査した。 イギリス隊のロバートウッドは調査報告書であるパルミラの廃墟をロシア皇帝エカチェリーナ2世に検定したがそこにはエカチェリーナ2世をゼノビア女王になぞらえエカテリーナ2世女帝陛下北方のパルミラのゼノビアへという検字が書かれていたこれがペテルブルクがパルミラになぞらえられるきっかけとなったこの世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。シリア内戦による保全状況の悪化を理由に他のシリアの世界遺産とともに危機遺産リストに加えられた。2世紀頃の建造とされる外戦門のアーチは崩落している。パルミラの遺跡13ページ ABC パルミラの遺跡14ページパルミラの遺跡17ページ テリー・ジョーンズ・バーバリアンズ、テリー・ジョーンズ、アラン・エレーラ・パルミラの遺跡、19から20ページ、AB ・パルミラの遺跡、22ページ、パルミラの遺跡、24ページ、ヒッティ、120ページ。パルマ・イーラ、カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー。 palmyra-cholic-hierarchy.orghat, イスラム国、シリア中部パルミラを、制圧世界遺産に、破壊の危機。ロイター。2015年6月7日閲覧。ab, パルミラ復興へ、恩返し、遺跡守ろうとした学者イズが処刑。旧知の日本人学者若手を指導。 朝日新聞夕刊2019年1月19日2019年1月22日閲覧シリアパルミライ石の外線問 ISIS が爆破 CNN2015 年10月6日閲覧考古学者82歳イズに残手されるパルミライ石を守り続けハフィントンポスト httpwww.huffingtenpost.jp 2015-08-23アルケオロジストハレド・アサード・リフューズド・ツーテルイシス n 8 0 2 9 2 3 0 h t m l ハットアサド政権軍イズからパルミラダ韓国英メディア報道朝日新聞デジタルオリジナルの2016年3月27日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 2 7 1 6 2 2 3 6 h t t p s w w w a s a h i c o m articles a s j 3 w 5 4 c f j 3 u h a b i 0 0 f h t m l h a アサド政権軍がパルミラ奪還か。ロイター。 オリジナルの2016年3月25日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 2 5 1 9 3 3 5 8 h t t p s j p r e u t e r c o m アーティクルエジプ2016兆325億100万2239シリアンレジームリゲインズ コントロールオブパルマイーラ。ウォールストリートジャーナル。httpww.wsj.com.articles. シリアンレジームリゲインズコントロールオブ。パルマイーラ -14 億5906万5134。ミリタンツ。リテイクエンシェントシティーオブパルマイーラフロムシリアン。フォーセスウェイバックマシン。アサド政権軍。イズからパルミラ最奪還シリア。 アサヒ新聞デジタル。httpww.a h i .com sp articles a s k 3 3 1 p n kk33b001 html ハットロス。p165 パルミラの遺跡49ページロス、p169 ロス、p171 ハットノーザンパルマイラ、ペテルブルクが再三解明されたわけは、 タリア・ボリセンコ、2017年8月17日、ロシア・ビヨンド世界遺産パルミラ・ムーザン・イズ・破壊の、後総長のパルミライ赤ベル神殿の境内からの、長望ベル神殿の境内パルミラのローマ劇場。ありがとうございます。